令和2年度崇城大学卒業式修了式。卒業生が大学での学びを修了する日、そして新しい門出を祝う大切な日です。今年度は密を避けた会場セッティングと式のライブ配信など、新型コロナウイルスの感染対策を徹底した上で実施します。キャンパスライフの締めくくりとなる大学のセレモニー、全力レポートします。卒業式に向けて会場準備が着々と進んでいますね。卒業生の皆さんを気持ちよく送り出せるように心を込めて教職員一同準備しています。安心して、卒業式が挙行できるように感染対策を徹底して準備を行っています。いい思い出になるように職員指導頑張りますので、楽しんで卒業式迎えていただければと思います。卒業生修了生の皆さんが集まってきています。いよいよ卒業式が始まります。皆さんの晴れ姿、とっても素敵ですね。客層が会場に入られます。いよいよ卒業式が挙行されます。学部大学院の代表者が学域を受け取っていきます。次は特に優秀な成績を収めた成績優秀賞の授与です。前回の春の息吹が感じられる今日の予定、崇城大学大学院修了証書を授与します。お待ちください。掃除寒さも和らぐ、うららかな春の香りを感じるようになりました。お発表を振ることを卒業式、修了式が終了いたしました。4年間の大学生活を振り返ってどうですか？楽しくて、あっという間でこの学校に来れてよかったと思います。先生にはすごく4年間よくしてもらえて、もう楽しい大学生活を送ることができました。もうみんなとはもうバラバラになっちゃいますけど、それぞれの道で頑張っていきたいと思います。ご両親に伝えたい気持ちはありますか？やっぱり感謝ですね。学費とかサポートもやっぱりしてくれたので、やはり感謝の一言につきますね。改めて卒業生に送る言葉を一言いただけますか？はい、今回コロナの問題がございましたので、はい、こういう形での卒業式になったということは大変残念だったと思います。だけど本当に、卒業生の皆さんが、それぞれの教室で、リモート参加をしていただいて、また会場に代表で来ていただいた人たちも非常に明るい顔でですね、もう見ててほっといたしました。ぜひこれから世の中に出て、ご多幸とご活躍をお祈りしております。頑張ってください。卒業生一人一人に担当の教員から学域の授与が行われています。先生との最後の時間、かけがえのない時間です。学域おめでとうございます。卒業おめでとうございます。これまで崇城大学で学んだことを生かして、仲間と協力して自分を律して、立派なパイロットになれるように頑張りたいと考えております。
先生に向けて一言何かいいですか？私たちの魅力を最大限に引き出してくれる大好きな先生です。4年間ありがとうございました。よく頑張ってくれました。ありがとうございます。寂しい。卒業おめでとうございます。社会とても大変だと思いますけども、一生懸命頑張ってください。たまには大学にも遊びに来てください。卒業おめでとうございます。おめでとう。先生ありがとうございました。無事卒業できました。お父さんお母さんありがとう。4年間ありがとうございました。今日卒業式を終えてどうですか？はい、4年間辛いことも楽しいこともいっぱいあって、楽しいキャンパスライフを送れたと思います。今日でキャンパスライフが終わるんですけど、そうですね、卒業ができて嬉しい反面、ちょっとみんなと別れがあるのでとても寂しいという思いがいっぱいです。お母さんありがとう。楽しかったです。創業大学の学びを生かして自分の信じる道へ突き進んでほしいですね。卒業生の皆さん本当におめでとうございます。